こうしてると小さい頃思い出すね。昔よく川で遊んだもん。そうね、楽しかったわ。マナリはよく足を滑らせて溺れそうになっていたけれど、今となってはいい思い出よ。冬場は雪合戦とかして遊んだよな。これで冷たくねえだろ。手を温めるにはこれが一番いいの。あったかいだろ。そうか、もっと触っててくれた方が俺は嬉しいけどな。ヤンタムーのバカ。どうだナコルル、お前もさ、手が冷たかったりしないか。しなくちゃいけないことがあるの。先に帰るわね。行きましょう、ミカト。どうしたんだよ、ナコルル。なんでもないの。おい、ナコルル。ごめんね、お腹すいたでしょ。ご飯作ってあげるね。あら、ミカト、頼んでおいた母がないんだけど。これじゃラタシケプは作れない。ううん、いいのよ。これからは気をつけてね。それじゃあ今日は別の料理にしましょう。マナリからもらったお団子もあるし。
みかと。そうだ、遊びに行ってきていいわよ。あら、味方じゃない。どうしたの？私に？で聞いたことある気がするんだけど、覚えてないわ。ナコルルに聞いてみれば？どうしてかしら。でもなんだか悔しいな。うん、私音楽以外に取り柄がないから、何だって知っていたいの。それだけは誰にも負けないってね。だけど音楽しかできないのに歌が下手って言われちゃってるし、いいとこないわね。ちょっと落ち込みそう。謝らないでいいわ。あ、そうだ、ミカト、その曲私と一緒に再現していかない？そう、ナコルルがその歌を歌ったら少しずつ覚えてきて、それを少しずつ組み合わせていって一つの曲にするの。どう？面白そうじゃない？じゃあね。これね、ヤンタムーに手伝ってもらって作った楽器、クリククって言うんだけど、ミカトにあげる。ちょっと吹いてみて。必要ね、これは。もしやり方がわからなくなったら、画面右上にある説明ボタンを押してみてね。そうするとクリククの吹き方に関していろいろと知ることができるから。吹き方はわかった？それじゃあ今度は曲を吹いてみましょうか。どんな旋律だったか覚えてる？大体の旋律は分かったわ。それなら再現できるよ。それじゃ吹いてみましょう。ナコルルの口ずさんでいた旋律はきっとこんな感じだと思うわ。頑張ってミカト。
焦らずゆっくりと。頑張って、味方。焦らずゆっくりと。頑張って、味方。うまいじゃない。素質あるかも。もちろん、とっても楽しかったわ。また教えてあげるね。お帰りなさい。寒かったでしょ？ナコルル、逃げるつもりなの？血塗られたその手は永久に清められることなどないのに、愚かね。戦いを捨てることなどできないわ。そのうち思い知ることになる。そのうちに
出てきちゃって。相変わらずなのね、リュウルルは。できないかなってずっと考えてたの。それでね、いつか姉様の役に立てるように修行の旅に出たんだ。まあ、いやいや、そりゃもう辛く厳しい旅でございましたとも。悪者どもをバッタバッタとなぎ倒したり、大自然の脅威にびっくりしたり、腹ペコで倒れそうになったり。まあ、旅先で出会ったかっこいい人に一目惚れしたりなんかしちゃったりして、その人がなんとなんと。もうとびっきり波乱万丈、びっくり仰天大河ロマン、出前一丁、しり滅裂で修行の旅だったんだから。もう全部は語り尽くせないよ。番外編リムルルの大冒険を待っててねって感じ。番外編？ものの例え、それぐらいすっごい旅だったんだよ。これからは姉様と一緒に二人でずっと暮らせるね。そんなガキンチョは何？この子はね、ミカトって言って私の従者としていろいろお手伝いしてくれてるのよ。いらないよ従者なんて。私が姉様の身の回りの世話してあげるって。しっし、あっち行けご緊張。ねえリムルル、ミカトも頑張ってくれてるし、長老様がどうしてもっておっしゃるからね。一緒に暮らしましょう。姉様がそう言うならしょうがないわ。味方、ほら、握手。ちょっとあんた、悪いことしたら追い出すからね。
旅の疲れを癒してね。